佐佐藤藤式リンパ社の佐藤です今日は原因不明の心臓病が急増しているっていうことみたいでその訳とその予防方法についてお伝えしたいと思います。心臓が怖いです 死んじゃいますからね。すごく大切なんですけど、なぜかって言うとストレスって話になってくるんだけど、このストレスっていうのをストレスとして片付けたくないんですね。我々はね。心臓病の原因としては血栓がたまるっていうことだったり、血栓血栓が飛んでっていう話で。心筋 高や心臓病になる可能性っていうのは、まあ、中性脂肪なんかが心臓の冠状動脈なんかにつくっていうことともう一つはもう自律神経の関係で、まあ、うまく働かないっていうこととあと排泄の問題になってくる。 って話で、リンパに関係皆さんリンパに関係してないというふうに思われてるんですけどめちゃくちゃリンパに関係してるって話になります心<ー>血管系の問題が心血管系で起きてるかというとそうでもなくって心臓があります心臓っていうのは心臓が動脈から来て体の順を巡ってまたここに入っていくこの閉鎖循環のことを血液循環っていうんですねそれに対して体液の循環っていうのはリンパ系になってくるんだけどリンパっていうのは別のルートを通って戻ってくる。 っていう感じになりますでリンパの開口部とこの血管の毛細血管がある位置がある程度離れていますのでこの体液の流れがうまく流れているかどうかっていうことが非常に大切に なってきますすいう感じですリンパに流れた体液が血管に戻って循環しているって話になりますので血管系の閉鎖系の中だけでできてるんじゃなくってリンパっていうのは間質系リンパ間質液とか組織液ただ単に間質液とかもしくは組織液って言われるものですね我々の言うリンパっていうのはここの問題になっているという感じになります。心臓に負荷がかかるということ自体は この血管から戻ってくるものに対してうまく流れができていないということですね十分にここに体液が入ってこれが押し出してあげればいいんですけども押し出すことができなくて溜まってしまって心臓に負荷がかかっている状態が心不全になりますまず必要になるのはリンパが流れてることによってここにある細胞の間にある粒子状の粒が リンパに流れていって処理されてリンパ節で処理されて心臓に戻りますこの粒がリンパに回収されることによって余分な水分は血管側にに吸収される形になりますでそうするとサラサラの軽い水がどーっとたくさん戻ってくる形になりますから押し出しやすくなります。リンパによって浄化される そうです浄化されないでここの周りにも溜まってちょろちょろと流れていくって感じになってしまうから問題が起こってるでこのリンパと毛細血管は瞑想神経によって支配されていてこれはリンパや毛細血管特にリンパに関しては弱い刺激によって一酸化窒素です NO っていうものが出ることが分かっていてこの NO っていうラジカルが 血管につく脂肪、さっき言った心臓病の原因である心筋梗塞やもしくは虚心症ってなぜなるか、なんで起こってくるかというと脂肪が血管を詰め,詰めるっていう話をよく聞いたと思うんですけど脂肪の名前をプラークと呼ぶんですけどもプラークをつかなくするのが実はエ NO なんですねこれが同時にできるってことですかそうです、リンパを撫でるだけで実は NO がいっぱい出ますので心臓病は予防できるという感じになりますかなりお話聞くと密接です、ね、はい密接です,接ですリンパが流れるということ自体は副交感神経系なので心臓のストレスを軽減すると同時にさらに NO の付着脂肪をなくし余分な水分をより排泄しやすくなりますから心臓の循環系の負荷を避けてくれるんですね ここから水分が腎臓に行って腎臓から余分なものは排泄されていく形になりますのでこの全体の体液循環がしっかりすることによって流れが良くなりますのでそのためには常にリンパっていうのが NO で一酸化窒素が 媒介になってこの一酸化窒素が出るっていうことはリンパ管も毛細血管も非常に微弱な刺激によって一酸化窒素が出ることが分かっていてその一酸化窒素の寿命というのは非常に短いんですね短いんですけどもサッ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 と皮膚が動いているリンパが流れているってことで風呂流れが良くなるとその流れによる刺激によっても一酸化窒素は出やすくなります。えー、体面からそういういプランクができるんですかそう そうそういうことですね一つは私たち例えば気象性の頭痛とかあるじゃないですか低気,低気圧になるとあれってどれぐらいの差になるかっていうと血圧の1万分の1ぐらいの圧力の差によって私たちは頭痛が起こったり生理的に変動したり月の引力とかを私たちは感じるっていうことが分かっているんですけどもこれは仮説でもあるんですけども。ズリ応力といって 血管やリンパを流れる体液の摩擦抵抗によってリンパっていうのはこの NO っていうのは出るようになっているだからリンパ管と毛細血管っていうのは血圧ののの万分の1ぐらいのズリ応力ですねその感覚を感じるっていうことが微弱刺激に対して血管や毛細血管っていうのは反応するようにできていて。 だから我々がそういった重力や月の引力でによって女性が月経したりいろいろ本能的なものが変わってくるっていうのはこれは自律神経系のお話でより野生的な感覚があってその野生的な感覚が自律神経ですね脳ができる前に自律神経ができていますのでそれを司さっているのは実はリンパだということですねそうリンパが感覚器官でありそこについている神経が 自律神経になって,いてその感覚神経っていうのは我々の言ういわゆる知覚ですね脳を通して感じる感覚っていうよりもじわーっとか我々が触っててじわーっとか柔らかいなーとかわーっとあったかいなーとか包まれるような感覚っていうのはこれはリンパの感覚なのでこの感覚を磨くことによって 副交感神経の代表である迷走神経が刺激されることによって心臓っていうのは負荷がなくなるし我々のストレスを取り残すことができるという話になっていきますこれもうぜひリンパが流れている状態を作りたいというふうに思うんですけども、はい、こっちリンパが流れてる状態になってない人の特徴とかってありますかむくみがあるとかあとはまあ肌がくすんでいるとかやっぱり目がくすんでいるとか元気がないとかって話になってくるので これがとににかく一番大切になりますねでもそう筋肉の凝りがあるだるさがあるっていうところが非常にあって疲れが取れないとかそういったことは本当に日常に些細なことに対していかに常にリセットできていくかっていうことがすごく大切でリセットできた状態が非常に体が軽くて動きやすい感じになりますので常にただ休ませるんじゃなくてケアをして休ませる。 ということですね。ただただ使わないんじゃなくって,ケアをして使わないいいくっっててこととが、何にとっても一番いいわけですね。包丁でもちゃんとケアをしてちゃんと水分を取ってちゃんと暗いところに置いておくってことは非常に大切になりますから私たちも同じように使ってる時と使っていない時のオンオフそのオフの部分をしっかりすることによって、えー、すごくケアっていうのが心臓病にも良くなると思いますので実際にねケアをやっていきたいと思います。 まず体を片側ずっと撫でて深呼吸します。で片側の呼吸が入りやすいことを感じるこれだけで自律神経整ってきますので,で反対側ですね反対側もやって深呼吸して。でずっとやって。 今度はね、心臓に手を当てます。真ん中で構いませんちょっと左にありますけども真ん中に構わなくてこれでゆら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 って上の手を揺らしますで深呼吸でまた揺らすと今度下の手が揺れるのを感じると思いますそうするとの皮膚が揺れるのを感じますよねそしたら今度は皮膚に自分が皮膚になって揺らされるのを感じる そそのの次にその下の骨を感じる、下で骨になって骨が揺らされるのを感じるそしてその奥の肺ですね肺を感じるで呼吸をする呼吸を感じるでその肺の奥の心臓を感じるでちょっと揺らしながら心臓が動くのを感じる。 深呼吸してそのまま寝転んでやってねそのまま寝ていただくっていうことだけでも全然 OK ですしこの感じる私たちのために24時間ひとも休むこともなく働いている臓器心臓を慈しむ私のためにこの心臓君は辛い時も頑張れとか言われて無理やり働かされている。私たちのために働いてくれているその心臓が負荷がかかって 苦しいよよ。っって言って言るのが心臓病なんですよその苦しくなる前に私たちが心臓に語りかけただ寄り添うっていうことができると心臓はめちゃくちゃ喜んで心臓も肺も腎臓もリンパも全部が協力して心臓を支えてくれるんですね。 私たちは頑張れ頑張れって脳が臓器を打とすとするわけですよその頑張れ頑張れがドーパミンになって心臓がたくさん動いて筋肉を動かせみたいな思考を動かせみたいなふうにいつも彼らは心臓は常に負荷をかけられて動いてるからへたばってきているのでその心臓に1日1回でいいので心臓くんに感謝してあげる。 感じてあげるネグレクトが一番良くないので私たちは,心臓は動いいててるるうことを無視してるんですよその無視をやめて心臓にいつも感謝してありがとうって言いながらその心臓を感じてあげるだけで心臓はめちゃくちゃ喜んで元気になってエネルギーにあふれるようになりますのでそしてそうだけじゃなくって肌もなでてあげて肌の器官であるリンパまで 合わせて全部が循環器系になりますので血管系だけ見てるんではなくって全ての循環器っていうのを私たちは感じることによってより元気になっていきますので皆さん本当に一日一回でいいのでできなかったら1週間に1回でも構いません心臓をいたわるってことをやってあげると心臓くんは 休むことができるようになると思いますのでぜひ皆さんやってみてください今日の動画いかがだったでしょうか今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタンご意見やコメントがありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたしますチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします LINE の方でね特別なお知らせとかしております特典もありますのでリンパの教科書ですねまだ入っていない人は入っていただくと リンパのの教科書もらえますのでぜひ入っているのにまだっていう人は「プレゼント」って入れていただくと教科書を得ることができますのでリンパ管の解剖の本にも載っていないような詳しい解剖とかシステムについてお伝えしています。